キリト、どうしたの？突然全員集合なんて珍しい。フィールドボス討伐ですか？それとも大規模クエストとか？ああ、実は突然で悪いんだけど、みんなしばらく GGO にログインしないでほしい。そんな、 SBC フリューゲルの攻略はどうするの？どういうことかしら？もちろん相応の理由はあるわよね。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば考えるけど。キリト君、また何か大変なことに巻き込まれたの？違うよ、アスナさん。キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね、シャキシャキ吐きなさい。キリト、洗いざらい全部いつものように。俺ってそう見られているのか。パパの今までの行動を統計すると、ママやリーファさんたちが言っていることは正しいです。なるほど、参考になります。私もそのデータが欲しいです。ユイやプレミアまで。まあアスナたちが正解なんだけどさ。だけど今回は俺から首を突っ込んだわけじゃないぞ。ある人物から連絡があったんだ。 GGO で不穏な事件が起きているってさ。ある人物？わけあって誰かは言えないんだけど、昔ある事件をきっかけに知り合ったお役人でさ。VR ゲームには詳しくないからってたまに調査を頼まれたりしているんだ。役人？それって警察とか？まさかキリトさんってリアルでは偉い人なの？そんなことないよ。俺はあくまでも善意で協力している一般市民さん。これから話すことは機密情報なんだ。本当はみんなが GGO を離れていてくれればいいんだけど、それだけじゃ納得できないよな。だから依頼を引き受ける条件として、君たちに情報の一部を話す許可を得ている。家族や仲間にも言わないでほしい。約束してくれるか？分かったわ、約束する。先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで、発見が遅れたせいで死体はだいぶ傷んでいたけど、司法解剖の結果、死因は急性心不全と判断された。二人とも VR ゲームをプレイ中に死んだそうだ。ゲーム中の不幸な死というわけね。ああ、不幸な事故と言えるだろう。だけど彼らはあるゲームのトッププレイヤーだった。つまりあるゲームって GGO なのね。正解。ランキングに入っているプレイヤーだから知っているかな。ゼクシード、それにウスシオタラコという名のプレイヤーだ。ゼクシードってこの前 MMO ストリームに出ていた人でしょ。ほら、変な人に銃で撃たれた。銃で撃たれた？そいつはデスガンと名乗らなかったか？ええ、デスガンと名乗ったわ。確か拳銃を持っていたはず。ウスシオタラコもそのデスガンに撃たれた直後、急にログアウトして音信不通になったらしい。そうか、君たちも目撃していたのか。何か他に覚えていることも？ヤツのアバター名は？アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたのでわからない。身長はクライン君と同じくらい。細身の
よく鍛えられた体をしていた。それとあいつが使っていた拳銃はこれかな。これがデスガンの銃。シノン。シノンさん、どうしたの？シノン、大丈夫よ。私たちはここにいるわ。ごめん、少し気分が悪くなって。そうだね、疲れているんじゃないかな。あっちの部屋で休みましょう。ほら、行こう。横になった方がいいから。アスナはキリトの話を聞かないと。あとは僕に任せて。分かった、お願い。話が終わったら私もすぐに行くから。ユウキさん、私も手伝います。私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、事情は聞かないでおくよ。シノンちゃんは急に具合が悪くなった。私たちはそう思うことにするわ。みんなありがとう。悪いけどシノンにもそう言っておくね。気にするだろうから。キリト君、さっきの話だけど、まさか GGO で殺人が起きたとでも言うの？ GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても人を殺すことは不可能だ。そうよ、 GGO はソードアートオンラインじゃない。だけど二人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に強制ログアウトして音信不通だ。え、じゃあ何？ GGO で殺されちゃう可能性があるってこと？でもどうやって？アミュスフィアは安全なんでしょ？だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。だから私たちに当分ログインするなって言ったんでしょ？あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺たちの知らない抜け道があるのかもしれない。私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただしキリト君も一緒ならね。俺は調査があるから残るよ。デスガンが何者か、その目的を突き止めないと。でしょ？だから私も残ります。キリト君一人じゃ心配だもの。うん、キリト君一人残すわけないじゃない。クレハさんたちは念のためしばらく来ない方がいいと思うけど。その結論を出す前にデスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーを狙っているようだ。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きとか力といった発言とともに銃撃したことから考えると、特定の個人への恨みではないのかな。そうだね。僕が見た時もゼクシード個人というよりはもっと大きなものへの強い感情を感じたよ。証拠はないけれど、トッププレイヤー狙いの可能性が高いか。そうするとこの中では。キリト君、アスナ君、シノン君、ゼリスカ君に、ついでに僕もかな。そして君だ。驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だって GGO で殺人が起こせるわけがないと思っている。ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めることはできない。あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。音声の録音データだけ聞くことができたんだけど。
デスガンからは本物の殺意を感じた。本物の、ねえ。今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから、結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。